さあ、それじゃあ早速1回戦の対局者をご紹介いたしましょう。先手、演技派女優の顔も持つアイドル前田敦子。後手、いつもどこかずれてる天然アイドル小島春菜。さあ、篠田さん、はい、この対局なんですけども、はい、はい、いかがですか。仲がいい2人ですからね、多分いろんなところも知ってると思いますね、うん、なるほど、はい、まずは両者が事前に練り上げた質問をご覧いただこう。正直ニャンニャンのことはそんなによく知らないんですけど、ニャン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 、私がニャン、うん、私がニャン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 的にはどうですか。そうですね、今回は、うん、あの旬なネタを結構用意してきたので、うん、そこだと思います。旬なネタ、はい、さあ、それでは参りましょう。正直将棋、まずは先手前田。はい、簡単なお試しぐらいのとこから行く。先手前田、まずはどこか冷めている小島に対してこの一手。7番、ほう、なるほど、はい、僕も気になるんですけども、はいはい、それでは、お願いします。にゃんにゃんと言っているが正直猫は嫌いだ。いいえ。おっと、針が、うん、おっと、うわ、おっと、耐えましたね。よかった。なんだよかったって、お前なんなん。あの、ちっちゃい猫は好きなんですけど、うん、大人の猫は嫌いです。大人の猫どんぐらいよ。大人の猫ってこのくらい。ちっちゃいにゃんにゃんってどのぐらい。このくらいです。ちっちゃい。何これ。このくだりだよ。続いて後手、小島、何番いきますか。そうですね、まあ、ここでね、ポンと一本取っとくと。後手小島、いきなり前田のアイドル生命を脅かす危険なこの一手。おっと、4番いきましたね。前半の方は結構言われますね。前半、さあ、それではお願いします。正直やる気がなさそうな顔とよく言われるが、本当にやる気がない時もある。いいえ。さあ、どうなんでしょうか。針が動揺してますね。動揺してるけど、抑えましたか。抑えた、超えた、超えました。一歩前だ。お前何や、どういう時や、それはお前。え、どういう時。ちなみに今やる気はあるのかっちゅう話や。おい、この野郎、お前、この野郎。違いますよ、うん、気持ち的にマイペースなんですよ。マイペースの時はやる気がなかった。ないんだ。さあ、1本取られたからね、前田。ここは取り返しておきたいところだけどね。前田、以前この番組でやった企画についてこの一手。5番。なるほど、結構攻めてますね、これは。これは攻めとるね、よっぽど嫌いなんですね。さあ、それでは、前田お願いします。高橋みなみの私服は上松さんにちょいモテと言われたが、やっぱりおブスだと思う。いいえ。おー、超えた、超えた、一本超えました。ちょいモテ、よかったね、前田。やった。え、前田的にはこれどう思っとったん。なんであれにしたんだろうって。後手小島いきましょうか。続く小島もライブの MC に関するこの一手。9番。おお、なるほど、攻めますね、うん、そうですね、ちょっといたぶりたいんでしょうね、うん、さあ、それでは小島お願いします。正直高橋みなみの無茶ぶりにイラッときたことがある。私。いいえ。イラッときたことがあるってことでよろしいですかね。はい。私は別に、うん、本人から無茶振りを受けたりはしないんですけど、うん、見てるだけで、うん、何なんだろうと思って。ミャマとかよく絡んでます。どうなの、ミャマ。あの公演の MC とかで、うん、あの滑りそうだってやっぱ雰囲気わかるじゃないですか、うん、さあ必ずこっちを見ますね。あ、滑った後助けての目をするわけ。そうです、はい。
宮崎的にはそれはどうなん、それは。うざい。おい、もうちょっと、おい、おい。さあ、ということで、大手が分かっております。じゃあ続いて先手前田。はい、はい、ここで取っとかんと、もう次取られたらもう負けになります。はい、おっと、8番8番これ皆さんが動揺する可能性があります。それではお願いします。正直裏で番組の悪口を言ったことがある。いいえ。おっと、針がニヤッとして、おっと、超えるか、超えろ、耐えましたね。超えました、1本。油断したな、油断したな。先生、これ今ちょっとイギュンって言ったのはあれどういうことなんですか。気が緩んだんですね。ちょっと力んでたってことですね。悪口なんて言うたん。足りないくんの、あの罰ゲームの粉がちょっと落ちすぎて、もう面白くないって言った。さあ、ということでお互いリーチですよ。 お互い大手がかかっております。じゃあ続いて後手、小島。はい、どうしようかな。旬なやつでいきます。お、旬なやつ。6番。お、それではお願いします。正直東方神起が好きだと言っているが、漢字で書けない。いいえ。おっと、針は、うん、おお、耐えましたね。書けるに決まってるじゃないですか。あ、そうですか。じゃあちょっと書いてもらっていいですか。難しくない？結構昔の方から起きる、神、あれ、木。それ前だ。東方騎士。こうだ。何それ。あ、違う、東方騎士。東方騎士かけてないじゃない。こうだ、違う、木がかけてない。前田もうアウトです。完璧なアウト。耐えましたね。さあ続いて先手前田。はい、なんか多分みんな気になるだろうって思う。みんな、うん、いきます。はい、9番。はい、なるほど。千代さん、これはやっぱみんな気になってはいると思います。みんながわからない、メンバーも。うん、はい、それではお願いします。